キャキーホームラン、ケイヒロミのせーの、カエルマーゲーホームラン、ラララ、いや、すごい晴れていただいて、いやいや、もう傘差してるし、はい、雨音もすごいし、あと、カキーンっていう場所でないし、カキーン、そんな今日はですね、はい、ゴルフ場にやってきちゃいました。お、打ちっぱなしのね、すごいです。緑が綺麗で、全体的にね、緑ですから。なんで今日はこんなゴルフ場に替え玉がやってきた。いやいや、それはもう今日のゲストですよ。え、何今日のゲストは黒田カントリークラブさんこと黒川さんです。イエーイ黒川さん、こんな感じでしょ。大丈夫、いつもこんな感じ。もういろいろ最初から私は間違って、はい、まずホームランから入ったし、はい、どうしようっていうのもあるし、はい、緑がいっぱい出てるの普通だし、はい、ゴルフ場ですここ打ちっぱなしようだし、いやでも嬉しいですよ、はい、こんな番組呼んでいただきありがとうございま す, います。皆さん、連続でゴルフ大好き、特に女子プロゴルファーが大好き、お笑い芸人です。恋もゴルフもアプローチが苦手、黒田カントリークラブです。よろしくお願いします。イエイエス、ちょっとあの黒缶つけて、黒缶みたいな言い方じゃない。いや、もうありがとうございます。ただ、はい、ものすごい雨なんですね。そうですね、本当は今日ね、あの黒田カントリークラブさんとカイちゃんの、はい、その打ちっぱなしで解決をしていただこうかなと思ったんですけど、あいにくの雨でして、雨の雫の跳ね返りの足のこの濡れ具合が半端ないですよ。いや、本当ですよ。じゃあ、雨降りしなくておりますか。そうですね、ちょっとね、ちょっとさすがにびしょ濡れになっちゃうから、ちょっと入りましょう。はい、ということで、改めてちょっと雨宿りをしながらっていうね、はい、状況になりましたけど、まさかの、はい、シャッターまで、そうですね、打ちっぱなしに来てますけど、全くその景色が、そうですね、あの、そうですね、はい、視聴者の人には、この緑が見えない状態、はい、今日うちに迎えに来てくれたじゃないですか、はいはい、うちピンポンになるとこのモニターが出るんですけども、はいはい、ピンポンになってモニターに映ったのがこの姿だったんで僕は何のプレーだろうかと思ってそうですね、朝から何か呼んだのかなと思うくらい、ね、パジャマ姿で何って出たらそうそうそうこんな女の子、あれこんな女の子呼んでないけどと思って家まで迎えに行かせていただきました、はい、すごい、ありがとうございます。なんか今日対決ね、はい、今日対決はもうもちろんゴルフ川柳対決ということで、ゴルフ川柳、はい、もう黒田カントリークラブさんをお迎えしての、知らないよそんなの、はい、実は一度だけ、はい、あのエルシャラ会員のシローさんとゴルフ川柳を一度、あ、やったことあるの、はい、一度だけやってるんですよね。今日はそれを7日間ゴルフをテーマにした川柳を読んでもらうということで、ちょっと、はい、あの、めんどくさいんでやめてもらってちょっと待ってください、もう黒缶さん今日何のために来てるんですか。いや、じゃあ聞いたのは俺、いや普通に打ってる映像を撮るだけですっつってあの連絡ミスですね、クラブも持ってきといて、はい、あの振らせてくれないってどういうことまあ川柳を7日間対決して、まあ、勝った方がザ・川柳2015の認定川柳士になるという。本当ですか、はい、もうナイスカントリー、よしナイスカントリー出ましたけど今のところね、本当もう誰だ、松原陽子さん、はい、シローさんもなりましたっけ、シローさんもなりました、ついで、タイガさん、タイガさん、まあ、そうそうたる武家の女ちゃんも、はい、そうそうたるメンバーが選ばれてるという、ザ・川柳、ザ・川柳、あ、そうなんですね、はい、いや、僕もゴルフがうまいねって言われたいだけなんで大丈夫です。今回川柳でちょっと、あ、川柳で、ちょっと川柳で戦っていただければ、わかりました。ゴルフはまっすぐね、はい、打っていきましょう、ね、じゃあ今日どちらからいきますか。はい、あ、じゃあカエちゃん、はい、もうカエちゃんいつももう即興で作るんで、はい、はい、じゃあカエちゃんからのゴルフ川柳お願いします。ゴルフはね、いけないクラブ、クラブ売り、ありがとうございます。これどうですか、ゴルフやられてる、いろんなクラブとかクラブとかあるじゃないですか、はい、あ、はいはいはい、ゴルフはクラブを振るよっていう、あ、すごい、いやこれ後付けもありなんですね、もうあと何でもありです、何でもありです、こんなにあの切実な後付けありなんですね、はい、もう何でも、はい、ありました、はい、意思を込めて、それに対しての黒田カントリークラブさんのゴルフ川柳、はい、お願いします、はい、ゴルフ川柳、タイガーは穴に入れるのがうまいでしょう。あれ？あれこれなんかどっかで聞いたことあるような。は？なんか聞いたことありますこれ。何週間か前にミスター替え玉こと。シロさんとやったやつだ。はい、嘘でしょ。いやもう、ま、ほぼというか全く同じような。本当。タイガーは穴に入れるのがうまいのよ。タイガー打つ。はい、黒川さん、ちょっとこれパクリじゃないですかこれペナルティですかね、これすいません、これペナルティ、ちょっと一発目から何
1打目からあの資料 VTR で素人を見て、はい、なんて面白いんだろうちょっと人のネタ、はい、人のネタ、はい、怖いですけどあの、はい、僕の方生かしでお願いします。なるほど、じゃあ過去の消してみたいな。過去の消してやばいやばい。その時シローさん負けましたね、確かに負けました。そうなんですよ、私が勝ちました、はい、車のゴルフの方を私がちょっと、はい、ただでもね、時間経ってますから、はい、アレンジも加えて、もしかしたら今日勝てるかもしれないんで、じゃあ判定の方、ディスコイマネージャーお願いします。かえちゃん、イエーイ、やったクソ負けた、クソ悔しいわ、もう本当に。いや絶対思ってないじゃないですか。全然思ってないじゃん。なんなら早く帰りたいみたいな感じじゃないですか。早く乗り終えて、雨の跳ね返りが激しくなってきて、はい、なってきてますから、みんなも。でもなんだこれ、相当面白いのにな。いや思ってないでしょ。いや面白いですよ、だってタイガーですよ。いや2つかかってるんですよ。いやそれシノさんのネタ、2つかかってるんですよ。いや皆さん本当にチャンネル登録いつもありがとうございます、はい。もうちょっとで1000人ということで、そうですね、910とか2000人、はいはい、1000人に行けばですね、なんとちょっといろんなことが始まるので、わすごい、そちらの方も楽しみにお願いします、はい、じゃあ今週からはこちらの方と一緒に頑張ります。黒田カントリークラブ、ナイスカントリー。いや俺が言うとこ